国王です本日は2020年5月の2日なんですけれども、えー、緊急で本当は6月の21日に撮影しようと思っていたコーナーを本日やることになります。理由は簡単でございます。元キュート、岡井千里ちゃんが4月30日をもって芸能界引退という発表を得て、もうこれはもう今撮っておこうと。 いうふうな気持ちになりまして、まあ、整理は別として頭の中にあるのをお話ししていこうというふうになりました。ぜ、え、ひ、ー、国王チャンネルの方は、こういったお話もタイムリーにやっていければと思ってますので、チャンネル登録、ご協力いただき、お付き合いいただければと思います。じゃあ、早速いっちゃいましょう。今日も3つ、えー、と、テーマを分けてお話ししていきます。まずは、急登結成、ね、えっ、ー、と、キッズからということでいいでしょう。キッズから急登結成、そして、急登の中期までというふうなのを1つ目にします。で、2つ目が、 旧都の中期から、えー、旧都解散までそして最後は旧都解散後現在までというところこういった3店舗でいきたいと思っておりますでは行きますかえ若、ー、一佐藤1994年6月21日生まれの A 型ということでございますね、えー。最初キッズの頃ね、子犬団の物語なんていうところでね出てきた時にはもう日に焼けた少年というかガキというか <laughs> あれ可愛かったんですけどまあ評価しようがないやつだったですよねで。そういう子たちが入ってくるあだいぶ大量に子どもたち入ってくんだなっていう中のなんか代表選手だったようなそんなイメージでしたよ。で、まあ、そのおかえちゃんがあー10年を経てですからね10 2013年までをこれから今お話しますから。 もういっなな歌手になっていくわけですそこまでのヒストリー続けていきましょう、えー、彼女は、まあ、キュート入ってからでいっかねそうしようキュート最初に入った時にもポジションとしてはスタートダッシュ切れてる子じゃなかったんですねで面白いオチの方取れるかといったら面白いオチの方はもう前々に持ってかれてしまうし一番ちっちゃくて可愛い末っ子キャラも前々に持ってかれてるわけですよ であの当時取り立てて何がというようなのはあんまり残らなくてだけどちゃんと何て言うんですかねあのね可愛さがね女の子のかわさじゃなくてなんか近所の子とかちょっと構って一緒に遊んでやりたくなる可愛さっていうんですかねこれ誤解ないようにしたらいいんですけどそういうポジションって誰もが手に入るわけじゃないっていうふうに考えてください。 なんか末っ子キャラでもなないし、えー、でもなんか近所いたらちょっと構って遊びたくなるっていう感じですかそこの魅力持ってましたよまあこれがキュート結成そして多分僕2009年ぐらいから少し今の怪奇里につながる原石はできたのかななんて思っています。で理由で言うとキュートがメジャーデビューしてダンスとか歌のスキルっていうところでちょちょっと まあ実はそこを有原ンナが抜け梅田エリカが抜けというところでだん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 自分の自分の目立つ位置ってのが増えてきちゃうんですよ結果増えてきちゃう感じだったと思うんですよそしてそこで着々となんか環境なんですかね成長していたんですねで歌なんかでいうとパート最初は全然少なかったですでアイリーがやっぱり うん、頭一個抜けてで他の歌手というところでも、うん、なあどうなのかなキュートの場合は歌手を集めたというよりなんかアイリにまつわるエッセトラになってしまう瞬間というのを一回こう得て上がってくる絵面なわけなんですけどその辺もこの矢島リーダーの方に全部書いてあるんで、まあ、読んでみてくれればと思います。ね、だけども 急遽じゃなくてじわじわである日あちっさ歌えんじゃんってなったような <laughs> 僕そういうイメージだったですだ結構彼女はあの先行して何かをっていうよりだんだん時間をかけていて寝かしていくごとに味増してった意外と意外と熟成型だったというような印象ですねで2013年どういう年だったかっていうふうにするともうこれ ここから歌手の話ができるんでここにもういきなり行っちゃいますけど、あのアダムとイブのジレンマっていう曲が急騰であるんですよ。でここがすごく僕の中でターニングポイントだった気がしてて、まあ彼女センター的なポジションでこの曲やってますよね。あのリンク貼っときますよ。もうこの MV だけね見てもあ岡井さと急騰でちゃんともうカード切れる選手になってんなっていう風に思えました。 その前からからら良っったたんんだけどねでキュートって年年がやたら重要な年なんですうんその前までのたどり着くべきの女戦士的なやつを得てね、えー、武道館公演成功させてますしもうパリ公演ですよねキュートのらしいがあるパリ公演っていうのをその秋かなんかかな実現して俺ねその時はパリ行っちゃってたから読んでないんだけどツイッターとかでガンガン上がってた。 あのー、スポーツ新聞各紙の芸能欄の急ュの見出し見て感動しましたねこんなに取り上げてくれんだなん今までもうちょっと <laughs> もうちょっとあ取り扱ってやれよなんて思いましたけど <laughs>、ね、そういうようなの記憶にまだそんなに古くない記憶ですね <laughs> まあ7年も経ってるから、ね、お前じじいだろって話かもしれないけどああいうことをやってくれたな一員が。 旧都岡市里だったんですよ、ね、それを思い出すのが昨日ですよまさに5月1日ニュースを知ったの昨日ですからね、まあ、そんな感じでしたで2013年はとてもキュにとって重要な年だったんですけども歌手岡市里としても僕はここからなんとなく意識して聞き出したような気がしているそういう重要な年ということでございますでここまでが前半戦でいいでしょうっ、えー、とートのキッズからのね、えー、成り立ちそして 岡井千里が歌手となって僕が意識しだしたのが2013年それではセクション二つ目いきましょう2013年からキュート終了までというところにします岡井ちゃんはね、えー、キュートの中で歌える鈴木愛理の隣に行く権利をなんとここから得ていくわけですねそれは悲しきヘブンという曲でももうもう語り継がれると言ったら変ですけどアルバムの最初一曲だったんですよね確か で、後にシングル曲になりみたいな形でバージョン変わるんですけどこのアルバムバージョンがやたらいいんですよ。これあるかどうかわかんないけどつ見つかったら貼っときます。ほとんどが確かシングルバージョンで歌われるようになっちゃったんでちょっとねリサーチ甘くてすいません。6月21日にもうちょっともうちょっと深掘りする。 ね、でそまあそれはいいとしようでここ重要なのは鈴木愛理と一緒に歌える子がキュートに誕生したというところでキュートってもう音のグループとしてのバリエーションぐわっと広がるんですね愛理だけねちょっと別格なんだが愛理がそんなに前のめりに行かなければ岡一里と,とってグループ出せるようになってくるんですよこれでねあの環境ってすごいなっていつも思うんですけど これによってマイミングも結構ね鼻にかかっていて伸びなかった声っていうのが生きるようになってきちゃったりするんですよね。なりって部分ですよね。いりとおかえちゃんが鳴らせてるから人間って本能的にそのなりじゃないことやったら気持ち悪いはずなんですよ。なのでなんかおかえ鈴木愛理の間行く鳴れる音をマイミングも なんか考えてたのとどか分かんないですけどできるようになっちゃってまあ、さん様もうみなんうんですか見栄えもお美しく、ね、存在されてらっしゃいますからゆみがきちっと歌われたりなんかするとなんかゾクッとしましたよねでそこに、ままあまあ、少なからずのアシストしていたのはおかえちゃん間違いないですでおかえちゃんねソロで歌っても今度ねもう今度ねじゃないんだけど聴けるようになりだすのよ これがバースデーイベントとかあのキュ解散後もね歌ってるシーンこれは後ほどこの3のセクションでお話ししますけど一人がうまくなりだすんですよ。ね一人でなんとかっていうね。ねいらんね。<laughs> ごめん。で続けます。歌えるようになるメンバーが増えることによって急ュの後期のサウンドっていうのはなんかいろんな挑戦ができるようになった。 まあそれはもう皆さん記憶に新ししいでしょうね最後2016年17年ぐらいなのはぐらいなのはだってぐらいの歌なんていうのは音楽的に考えてもちょ,ちょっと簡単にやれないですよねよくハロプロ研修生が研修生実力診断とかでキュートの後期なんて選んでるとお,お前てめえでハードル上げてんなと思いますけどちょっとあの、うん、素人離れしてますよね。 でもそれがキュートがたどり着いたところだからでそしてそこの、ま、間違いなく最後は中心人物にいたのが岡市里ですよ僕はそういうふうに2016年17年はキュートと岡市里を見ていましたもう歌手として見てましたでいいなと思ってましたこれは岡市里大功績ですよねで相変わらず面白さあるんだけどキャラクター的には 後にタレント化していくうかわりさとの面白さとかなんか知識じゃない知的な感じ間のよさとかなんか勘のよさこういうところはありましたね知的はちょっと違ったかな <laughs> なんか知で攻めない頭のよさはあったと思いますなんかリズム感とかそっちですよね、うん、でその中で2017年後を迎えキュートがひとまず解散しますね でこの解散するまでの最後のスパートの中で僕1個付け足したいところがあって、まあ、この T シャツも着てるんですけどおかいちゃんねキュートが先ほど2013年から17年の間に、まあ、世界に回るわけですよ。主要都市レベルですけど主要都市全部ってわけじゃないけど特に僕はメキシコが印象深くてメキシコのおかいちゃん人気って。 あのおすごいんですよ関数おかいですよ <laughs> 俺嘘つけっていうかもしれないけどマジだからで俺それどれぐらいなもんかなと思ってメキシコ最初行った時にもう空港降りて地下鉄乗ってホテル行くまででもう分かりました何でかっていうのが何だと思いますね街歩いてる女の子たちがおかいちゃんをちょっとこう SD ガンダムみたいにする感じ。 こう縮めてちょっと大きくするそうするとおかいちゃんになる子たちばっかりなんですよ。ってことはどういうことかおかいちゃんシュッとしててちょっとメキシカンより大きめなんですよねみみ見た感じ。だもメキシカンにしてみればモデル体型なんですよ。俺れのあの顔いっぱいいるんです。そういうことっすよ。 どういうことかってなるかもしれないけどこれメキシコ行きゃすぐ分かるからいやーおかいちゃんスターになるわそりゃってそしてその中じゃ色白やばいから <laughs>、まあ、そういう友達もたくさんできてるんでもしかしたらねメキシカンのやつらこれ見てくれてるかもしれないけどお前たちのことだよ <laughs> ねえでも大人気でよかったですよねあれあれをだからみんなと一緒に楽しめたのは なんかおかえちゃんフィーバーを楽しめたのは僕すごくいい思い出ですよ。でメキシカンのみならずやっぱりおかえちゃんのパーティースピリッツっていうところはねなどこの国でも何か響いてるところあって可愛かったですし楽しかったですねそういうのを思い出しますでまあまあメキシコでも人気はしっかりししっかりしだってしっかり獲得しその絶頂のまま彼女はキュートというキャリアを終えます。ねで タレント岡井千里というところですねこれはまあ、嗣永桃子が築いたタレント枠というちょっと笑かしながらというような枠なんですけどそこを継承したイメージですで、岡井ちゃん自身は新たな自分なりのキャラクターというところでもちょっとね、あのお酒やけ具合というかうーんセーブできないとかそこが可愛くていいところなんだけどまあそういうところが愛されたというふうにしましょう ね、でも卒業あれ卒業前かな2度手術してんだよね喉の方が歌には差し支えあったんだね <laughs> そこが人間らしくていいけど、うん、あまあおかえちゃんタレント生命というところでは、まあ、本人がちょっと加速していったっていうふうな言い方にしましょうかっていうことですよね なので面白いお茶の間のおかいちゃんみたいなものっていうのはあんまり長い間楽しめななここととににっっっちゃたてでもまあタレントにも愛されてまあ僕記憶最後は2018年かなの山のホールでやったねあの勝手に20周年みたいなあれめちゃくちゃ良かったですからねああいうことは僕ほとぼり冷めると言ったら変ですけど落ち着いたらまたやってくれるんじゃないかなと思っていたから。 まあ今回の引退というのはそこが残念ですねでも僕この今回の引退というのは僕なりに頭の中で思っているのは彼女なりの気遣いだったと思っています気遣いどういうことかまあ少なからずこのコロナショックでえ事務所もそんなに潤いがあるわけじゃないじゃないですかでいつまでって分かんない状況だと思うんですよそれでおいちゃんって ち,ちゃんとご家族が仲良ければになりますけどそれほどお金に困っている感じじゃないはずなんですよね知らねえですよ人の財布はだけどそういうことを選んで自分から身を引いたっていうふうにちょっと見えなくもないタイミングな気がするんですでそうするとおかえちゃんぐらいの僕功績がある人だったらと言いましょうねだったら ちょっと矢口の力でも借りて <laughs> いらねえか今の話でもまあまあ冗談にしてもまた何か自分で歌いたいとかやりたいっていう,うにしたら人脈はあると思うんで愛されてると思うんでねまたその時に戻ってくりゃいいかなぐらい思っているのが僕の感覚っす岡内さとまとめましょうえっ、ー、と彼女の今回の引退これはパッと聞いた時 あー寂しいなとか何やってんだよおかえちゃんとかいろんなことを思いましたけど彼女の長い人生で考えたら歌手としては全然もういつでも復帰してまず聞きたいファンがいますからそれで楽しめさせるだけのンエンターテインメントの能力を持ってますなのでこれはもう自分でタイミング選んでやれるだけの僕はスターだと思ってますただ本人がお幸せにというところなんですけどもこれはね 届かない注意でいいんですけど、まあ、家族捨てられる男性僕もね友達知り合い何人かいますけど2度も3度もやるぞ <laughs> だから女性としていろんな深みを増す、ね、そういう期間にしてくれたりしたら、ね、長い人生楽しめると思いますんで僕はそういう風にお母ちゃん強い女になってもらえるそういう期間にしてくれたらなんて偉そうに思いますさあせん余計なこと言ってくれ じゃあそんな感じで岡市里、えー、と芸能生活ご苦労様でしたというふうにしましょう。18年ぐらいですかね。ご苦労様でした。そして彼女の作品はこれによって薄れることではないので、僕はこれからも見たり聞いたり、あと誕生日とかをずっとお祝いしてるんで、お祝いしながらということで、えー、岡市里の功績というのをたたえていく、そんな立場でいきたいと思っております。そんな感じでした。またサタデーナイト。 皆さん思い思いの楽しいハロプロの曲の振り返りなんてのやってみたらいかがでしょうかチャンネル登録もよろしくね。またね。